乱世に義を示し、天下を平定せん。お主も奮戦せよ。承知しました。拙者が全力でお支えいたします。踏ん張りどころよ。この城から敵を一掃する。いざ拙者に続け。はい、私力一番やります。兵器部隊出撃せよ。周囲の警戒は怠るでないぞ。逃げて、聖者構え、放て。味方の兵器が攻撃を受けています。このままでは破壊されてしまいます。父上の戦ぶり、まさに軍神です。一度体勢を整えねば。あとは頼んだぞ。やれやれ、年寄りに容赦がないの。少し休ませてもらうとするか。なんという戦ぶり。父上の部、手本といたします。お持ち、関雲長が制圧した。足向く一手よ。ダメだ。生まれ、兵隊があちらへ走っていくのを待つ。近道でもあるんでしょうか。あちらが要となりそうだ。私たちで勝利を引き寄せる。精乱をかけたか。そこより城壁へと進撃せよ。
今こそ敵を打ち滅ぼさん。私の前に立つ勇気は認めて、我が義を断かん。この首は渡せぬ。なんという武勇、敵将討ち取ったり。意を貫き進むのみ。そなたの器量ならこなせよう。この関雲長を支えてくれ。はっ、力の限りを尽くします。これまで。ここが正念場と心得よ。我ら心を一つとし、この城を守り抜かん。うまい、この城こそ対局における要なり。皆全力をもって奪取するのだ。あなたとなら何も心配することはない。さあ早く始めよう。任せよ。兵器部隊出撃せよ。周囲の警戒は怠るでないぞ。ヘビ兵、正射構え。生まれ出て。攻撃を受けています。このままでは破壊されてしまいます。私も父上みたいに強くなれたら、今日からさらなる筋力強化に努めます。取ったり。
働き、威厳が感じられるお姿ですな。この地、関雲長が制圧した。手を磨けば、この地と剣にも通ずるもの。諸孔明の秘剣、今こそご覧に入れよう。伝令があちらへ走っていくのを見ましたか。近道ではあるんでしょうか。なんという戦ぶり。父上の分、手本といたします。今の攻めだけだと思う。あちらに軍を進む。戦力を集中すれば勝算が高まろう。私たちは友軍に合流するぞ。今の攻め時だと思う。あちらに軍を進めろ。貴様、ここで何をしている。不兵がいるって知ってたのに、まんまと引っかかるとは。お任せ。
この地に防衛線を敷く。守りきれ。我が知略にかけてこの地を落としてみせる。お任せください。なんという戦ぶり。父上の部手本といたします。この地関雲長が制圧した。兵器部隊出撃せよ。周囲の警戒は怠るでないぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。おい見ろ、敵がすぐそこまで迫ってきてるぞ。見事なお手並み。ここは出直してまいる。生まれ父上の戦ぶり、まさに渾身です。では一度引くしかない。私も父上みたいに強くなれたら。参る。今日からさらなる筋力強化に努めます。一度引いて体勢を立て直す。いや、しばし耐えよう。やりやがったな。借りは返す。覚えておけよ。おお、素晴らしいご活躍。さあ我が策をお見せしよう。伝令があちらへ走っていくのを見ましたが、近道でもあるんでしょうか。これ以上打つ手が見つからない。こんなところで終わりたくないのに。対するは武人の本懐。いざ今一度出陣せん。今こそ敵を打ち滅ぼさん。全軍を預かる大事な身だ。お前ごときにやられてなるものか。いざ敵を打ち滅ぼさん。受けていただこう。我が義を貫かん。敵に背中を見せることは許さん。この地を死するのだ。どうにもならん。潘雲長、義を貫き進むのみ。評判がいい。これま、
この地守りきってみせる。この城を落とすのが私の役目。皆の期待に応えてみせる。はっ、お任せを。私も父上みたいに強くなれたら、今日からさらなる戦力強化に努めます。この地、関雲長が制圧した。兵器部隊、出撃せよ。周囲の警戒は怠るでないぞ。こうなっては一度引くしかない。なんという戦ぶり。宇宙への部、手本といたします。ただの力押しなど愚の骨頂。ここは一時下がり、兵を休ませよう。父上は私の誇りです。崩れるわけには。この辺は俺が制圧したぜ。いざ決勝の体型を。敵を撃ち滅ぼさん。いざ別荘の体型を受けていただく。この魂の盾、腕に覚えがあるようだが、俺とてここで負けるわけにはいかん。なんという強さ。ここは引く。関雲長、意を貫き進むのみ。
この地、我が知略で守ってみせよう。この城を落とすのが私の役目。皆の期待に応えてみせる。この状況、兵力が効果的であろう。迅速に手はずを整える。私も父上みたいに強くなれたら、今日からさらなる不倫の強化に努めます。兵器部隊、出撃せよ。周囲の警戒は怠るでないぞ。よし、おいらがしっかり守るからな。まずい、どうすれば。やれ。おい、なんという戦ぶり。父上の部、手本といたします。父上の戦ぶり、まさに苦しいんです。おいら、ちょっとご飯食べてくるんだ。また後でな。今の俺たちに敵なんかいないぜ。進め。いざ、決勝の隊形を。守備よく計が決まったか。ならば、これより攻勢に転じようぞ。この策で流れを変える。伝令、敵に不穏な動きあり。私を倒そうとは無謀な。身の程を知るがいい。私の知力が破れようとは。パン雲長、意を貫き進むのみ。
取る。進むのみ。
お前バカッバッハッバッこの地に防衛線を敷く守りきれ地を手に入れる。行くぞ。この状況、兵力が効果的であろう。迅速に手はずを整えん。任せていただきましょう。その勢いは。誰にも止められますまい。兵器部隊、出撃せよ。周囲の警戒は怠るでないぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。すぐそこまで迫ってきてるぞ。お見事、見せつけてくれますな。この地、関雲長が制圧した。覚えておけよ。お見事、見せつけてくれますな。今の俺たちに敵なんかいないで進め。守備よく刑が決まったか。あらば体系をこれより公正に転じようぞ。さあ、我が策をお見せしよう。伝令、敵に不穏な動きあり。
はい。全力で応戦せよ。他の縄張りを荒らす愚かさ、思い知らせてやれ。この城を落とすのが私の役目。皆の期待に応えてみせよ。せよ。この状況、計略が効果的であろう。迅速に手はずを整えん。一度体勢を整えねば。あとは頼んだぞ。こうなっては一度引くしかない。ご立派なお姿、感服しました。この地、関雲長が制圧した。いざ、決勝の体系を。今の俺たちに敵なんかいないぜ。進め。守備よく計が決まったか。ならばこれより攻勢に転じようぞ。よし、武門孫家に伝わる兵法見せてやるとしよう。ようやく俺たちの出番か。行くぞ。存分に暴れてやろうぜ。今こそ敵を打ち滅ぼさん。その体系受けてみろ。受けてみろ。この俺までたどり着いた。ならば貴様の分、受けて立ってやろう。この命、まだやるわけにはいかん。敵将討ち取ったり。関雲長、意を貫き進むのみ。
承知。この地を奪おうなどたわけたことを、必ず守り抜いてくれるわ。あの城があれば発明もはかどるはずです。いざ私たちで攻略しましょう。この状況、兵力が効果的であろう。迅速に手はずを整えん。動揺せん、出直してまいれ。勝利しました。撃ち取ったり。これ以上は好き勝手させんも、自分が止めてみせる。撃ち取ったり。よし、この地は我らのものだ。今こそ敵を撃ち滅ぼさん。受け継いでいた道義を貫かん。我にも大将としての意地がある。ここは引かんぞ。
敗は陛下の常。またお相手願おう。敵将討ち取ったり。潘雲長、意を貫き進むのみ。城壁は制したな。これ以上打つ手が見つからない。
こんなところで終わりたくないのに。いざ決勝の体型を。兄上、来てくださったのですか。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。作戦を始めるぜ。倒させてもらうぜ。覚悟しろ。今こそ敵を打ち滅ぼさん。俺の首が欲しくてここまで来たか。面白え。おしりや力ずくで取ってみろ。いざ決勝の体型を受けてみよう。我が魂の盾受けてみよう。それで勝ったと思うなよ。敵将打ち取ったり。潘雲長、意を貫き進むのみ。この城はわしのものになる定めよ。おとなしく明け渡すがよ。生まれ！ここが踏ん張りどころよ。人間強敵、兵力が効果的であるが、迅速に手はずを整えん。見せてやろう。進軍開始。敵がこんなに。どうすれば。さすが目立ってらっしゃる。
てくれますな。その勢い誰にも止められますまい。よし、攻め時だな。俺も踏ん張って目立つぞ。出撃せよ。周囲の警戒は怠りでないぞ。今の俺たちに敵なんかいないぜ。進め。守備よく刑が決まったか。ならばこれより攻勢に転じようぞ。策の用意に取り掛かる。わしの英知を見せてやる。今こそ敵を打ち滅ぼさん。わし自ら出よう。潘雲長、意を貫き進むのみ。ここが踏ん張りどころよ。この地はいただく。みんなかかれ。この状況で兵力が効果的であろう。迅速に手はずを整えん。承知しました。周囲の警戒は怠るでないぞ。よろしくない展開。ここに引いておくべきね。なんという戦ぶり。父上の子、手本といたします。この策は奴らを出し抜く一手よ。伝令があちらへ走っていくのを見ました。近道でもあるんでしょうか。父上の戦で、まさかの渾身です。
小石君が吉と見た。すぐに戻るね。持ちこたえてくれ。今の俺たちに敵なんかいないぜ。進め。守備よく刑が決まったか。ならばこれより公正に転じようぞ。あの人味方じゃないのは残念だ。だって倒すしかないでしょ。ここで何をしている？不平がいるって知ってたのに、まんまと引っかかるとは。城壁に精乱をかけ、そこより城壁へと進撃せよ。今こそ敵を打ち滅ぼさん。わしの前に立つ勇気は認めてやろう。だがこの国は渡せぬ。受けていただこう。我が義を貫かん。なんという武勇。敵将討ち取ったり。潘雲長、義を貫き進むのみ。敵に落とされるわけにはいかぬ。あがかせてもらうぞ。あの城があれば発明もはかどるはずです。いざ私たちで攻略しましょう。この状況、計略が効果的であろう。迅速に手はずを整えん。父上の戦ぶりまさに変身です。兵器部隊が出撃せよ。周囲の警戒は怠るでないぞ。入る。はっ。
に守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。何？敵だと？俺たちの目をかいくぐってきたのか。お手調べはここまでである。次は本気で相手となってやろう。おい、今の俺たちに敵なんかいないぜ。進め。守備よく刑が決まったか。ならばこれより攻勢に転じようぞ。準備は整った。お天よ、今こそ我が声に応え、我が敵を示したまえ。この主義法がお前を灰にしてやる。こちらの城壁は制したな。カサク、来てくれたのか。頼りない兄を許してくれ。敵をぶちのめしに来てやったぞ。ここが攻め時だな。暴れまくるぜ。いざ一層の体系を。味方の援護に回る。者ども、俺に続け。想定通り我が妙計を持って敵を退けようぞ。こうなっては一度引くしかない。敵将は撃ち取ったり。想定通りの展開だ。我が妙計を持って敵を退けようぞ。目障りな奴を、この私が消してやる。その宝こそ受けていただく。敵を打ち滅ぼさん。フラムカン大将を狙うとは良い策だ。だがやすやすと倒されるわけにはいかない。戻って策の練り直しだ。敵将撃ち取ったり。潘雲長、義を貫き進むのみ。
たわかった。城を攻めるとはふざけたやつ、全力で叩き潰してやれ。自分たちがここを取る、敵の守りを突き崩すぞ。この状況、兵力が効果的である。迅速に手はずを整えん。やり遂げましょう。なんという戦ぶり。父上の部、手本といたします。兵器部隊、出撃せよ。周囲の警戒は怠るでないぞ。一度引くしかない。この裏で後で倍にして返してやる。私も父上みたいに強くなるから。今日からさらなる筋力強化に努めます。やりやがったな。気配には返す。覚えておけよ。今の俺たちに敵なんかいないぜ。進め。守備よく刑が決まったか。ならばこれより攻勢に転じようぞ。将に合わぬ軽力を使う。いい手間がかかる。天よ、今こそ我が声に応え、奇跡を示したまえ。恨みを買いやすい。それを身をもって教えてやろう。敵将討ち取ったり。承知しました。敵をぶちのめしに来てやったぞ。兄上、いつも守ってくれてありがとう。血でまといにならないよう筋肉つけるからね。今こそ敵を打ち滅ぼさん。我が魂の竹、受けてみろ。俺を倒したいならば貴様の全力でかかってくるがいい。
敵将討ち取ったり。潘雲長、意を貫き進むのみ。意を示すのだ。はい、私やり遂げましょう。この城敵に渡してなるものか。総出で死守せよ。あの城が戦の要だと。私たちの手を制圧しよう。この状況、兵力が効果的であろう。迅速に手はずを整えん。私も父上みたいに強くなれたら、今日からさらなる筋力強化に努めます。この地、漢雲長が制圧した。部隊出撃せよ。周囲の警戒は怠るでないぞ。こうなっては一度引くしかない。おう、頑張ってんじゃねえか。こうなっては一度引くしかない。ご立派なお姿、感服しました。筋金入りですな。自分を見習う所存です。この策こそ勝利への一歩よ。策を実行する。行くぞ。今の俺たちに敵なんかいないぜ。進め。守備よく刑が決まったか。ならばこれより攻勢に転じようぞ。いざ決勝の隊形を。人間は恨みを買いやすい。
それを身をもって教えてやる。その今こそ受けてみよう。魂を打ち滅ぼさん、受けてみよう。お前、私とて乱世を進む者、お前に倒されてやるわけにはいかんのだ。この命くれてやるわけにはいかん。敵将討ち取ったり。潘雲長、意を貫き進むのみ。ほっ、そうだ、ほっ、あっ。